大谷が五輪の舞台に、国際オリンピック委員会、IOC は13日、インドムンバイでの理事会で28年ロサンゼルス五輪組織委員会から追加競技として提案された野球、ソフトボールなど5競技を16日の総会に諮ることを承認した。写真、すごい腕、ノースリーブで取材に応じた際の大谷。これを受けて世界野球ソフトボール連盟、WBSC、 のリカルド・フラッカリ会長74は大リーグ側からトップ選手参加確約の文書を受け取ったと明言実現すればエンゼルス大谷翔平投手29の五輪参加も可能になるあの興奮が五輪でよみがえる3月の米国との WBC 決勝1点リードの9回に泥だらけのユニフォームの大谷がマウンドに上がり エンゼルスのチームメイトで MVP サンドのトラウトを空振り三振に仕留めて世界一を決めた。帽子を投げる大家を中心にしたマイアミの歓喜。そんなシーンが5年後の夏にロサンゼルスで再現されるかもしれない。21年東京五輪以来2大会ぶりの野球、ソフトボール競技の復活へ。この日の IOC 理事会で 追加競技として16日の総会に諮ることが決定。過去、総会に諮られた開催都市が提案した追加競技はすべて採用されており、復活はほぼ確実になった。これを受け、WBSC のフラッカリ会長が現地で取材対応。28年五輪での野球復活の場合、大リーグ側からトップ選手の参加を確約する文書を受け取っていると明かした。 選手会とも合意しているといい、実現すれば五輪史上初めてメジャーリーガーの参戦が実現する。WBC と違い、これまで米国は五輪野球競技ではマイナー選手中心にチーム編成していた。侍ジャパンが金メダルに輝いた21年東京五輪も、マイナー選手中心。トップ選手参加には消極的な姿勢を貫いていたが、 ロサンゼルス五輪は96年アトランタ以来32年ぶりの米国開催となる。IOC のトーマス・バッハ会長は、今回の追加候補5競技に、米国のスポーツ文化に完全に沿ったものだ。世界に米国を象徴する競技を紹介するのと同時に、国際的なスポーツを米国に持ってくることができると強調。野球は米国で、ナショナルパスタイム、国民的娯楽。 と称されており NBA 選手が参加したバスケットボールのようなメジャートップ選手によるドリームチーム結成の可能性がある実現すれば大谷らメジャーで活躍する日本選手の出場も可能になる今オフポスティングでのメジャー移籍の可能性があるオリックス山本ら今後米国移籍する選手の出場にも道が開ける ロサンゼルス五輪は28年7月14から30日に開催予定。トップ選手参加なら公式戦中断などの措置が必要で、超えるべきハードルは残されている。フラッカリ会長が言う、確約がどのように実行されるか注目が集まる。今年3月の第5回 WBC 侍ジャパンメジャー組はダルビッシュ、大谷、吉田、 初のの日系侍となったヌーートバーの4選手が出場1次ラウンド、東京ドームを4戦全勝の B 組1位で通過すると、イタリアとの準々決勝、同は9、3で快勝。米マイアミでの準決勝、メキシコ戦は9回に村上がサヨナラ出し、6、5で劇的勝利。米国との決勝は村上、岡本和がアベック弾。 9回に大谷が9円登板し、最後はトラウトを空振り三振に仕留め、3の2で3大会ぶりの優勝を決めた。